はい FP。えー、NEOFP の藤井です。え今日もこの音声にアクセスしていただきましてありがとうございます。えー、今日はですね、ビジネスパートナーに信頼される方法っていうね、テーマでお話を進めていきたいと思います。えー、もしあなたがですね、こう、まあ、例えば師匠と一緒に仕事を始めたりとか、まあ、新しいね、お客様と一緒に仕事をしたりとか、まあ、時には、その、ある実績者、 自分よりもパワーバランスが明らかに上の人と実績者とね、えー、ビジネスをしたりとか、社長さんと一緒に何かをしたりとか、うんするときに、えー、信頼される方法をね、えー、非常に大事ですから、この方法についてね、えー、僕の失敗談も交えながら、えー、お伝えしていきたいなと思っているんですが、えー、まずですね、まあ信頼される方法ってズバリですね、これなんですよ。えー、報告をしまくることなんですね。 えー、例えば初めて一緒にやる、ね、仕事、僕も、いろんな方、まあ、例えば生徒さんと一緒にやったりとか、ああ、やっぱその企業の社長さんと一緒にやったりとかすることもあったりとか、うん自分よりも実績な実績者とかね、えー、まあ、その、業界の先輩とかともあるんですけど、うやっぱり気をつけなきゃいけないなと思うのが、 うんとここの報告に関してなんですね。特に進捗の報告に関してなんですよ。えー、まあ、ね、これね、自分がね、こう、パワーバランスを上になった時によくわかるんですけど、あのー、まあ、なんていうのかな。一,一つのプロジェクトを,を遂行するのに、まあ、偉いも えらくないもないわけですけど、ただ、どうしてもその、目上だったりとか、そのパワーバランス的にね、うん、実績があったりとかっていうことでやると、やっぱり、その、どちらかというと下の人が気を使わなきゃいけなくなるわけじゃないですか。で、えっ、ー、と、この、ビジネスを、こう、とか、プロジェクトを一緒に追加する上で、やっぱり信頼が一番、信頼関係がね、一番大切っていうことを考えていくと、その、初めてね、うんや、一緒にやっていく人、 ですねえーまあ、実はこの音声って、まあ、ある人を、ね、思い浮かべながらあーやってたりします、えー。まあね、ちゃんと聞いてくれてたらいいなと思いながらうん。まあ何人かね、実は頭の中にあるんですけど、その人に向けて、ね、音声を撮ってるんですけど、まあ、ぶっちゃけちゃんとね、できてるか心配なわけですよ。その進捗の報告とかないとね。で、どこまで報告しまくるかっていうと、極端なこと言うとですね、10分置きとか1時間置きとかね、うーんと えー、そんな勢いで、こう、報告をしていくとですね、もう、そこまでお前やんのか、みたいな感じになるわけですよね。うん。なんで、一日に一回電話とかでもいいし、えー、まあ、チャットとかね、メールとか。で、なおかつ、電話とか、それぐらいね、まあの、徹底してやっていくと、例えば、その人の仕事ぶりがいまいちであってもですね、<laughs> なんか、うん、それだけで信頼に値しますよね。なぜなら、それはひ、 うんと簡単なようでなかなかできないからなんですよ。なので、えー、もう、その、スピード感とかね、そういうところにも関して、うん、信頼できますよね。うん、単純に、こう、時間とかさ、あの、遅れてくる人とかって言いますけど、うん、時間遅れることはしょうがないけど、事前に連絡したのかとか、そういうところってやっぱり見られてると思うし、こう、なんていうのかな、うんと、まあ、そこですよね。単純に。 その人間性の部分ですしね、そのルーまあ、時間に遅れるっていうことはルーズだなとかって思われますし、えー、僕も結構ね、こう遅れそうになることもあるし、遅れることもあるんですけど、やっぱその辺はね、こうすごくこう時間に遅れそうだったら、<laughs> えと何時何分に、 到着予定です。申し訳ございません。みたいなこともやったりするわけですよ。で、えっ、ー、と、やっぱりその、進捗度合いをね、教えてくれるっていうのは、この、例えばパワーバランスが僕、僕が上だった時によく感じるのが、やっぱこいつ大丈夫かとか、どこまで能力あるんだろうとか、ちょっと不安だったりするわけですよ。だけど、こう、ことあるごとにね、報告が来てたりとか、うん、っていうと、その、大きく間違えないし、えー、例えば、右だと思って進んでたところを、 つい左にね行ってもすぐ気づくわけですから、あそういうところがねすごく大事だなと思います。で本当にあのこれって自分のこう今しめも含めて今この音声をね撮ったりするんですが、あの僕もねすごく失敗をしてきました。例えば相手の方がねパワーバランスが上って。 だった時の、まあ、ある会,会社のね、まあ、中小企業社長さんと一緒に仕事をする時があって、で、まあ、音声とかね、音声じゃなくてビデオとかを撮ったりして、お客様の、だから例えば私のクライアントですね、そうなると。だからその企業の社長さんのお,お客様の声を取るみたいな、あそういう仕事がこう3本とか4本シリーズであるよみたいな時があったんですけど、うーんと、 その相手のお客様の都合があるので、あのー、も、ま、う、あ、我々として、我々というかもう僕としてはですね、こう連絡待ち状態だったわけなんですよ。で、えー、っと、まあ、その相手のね、社長さんも忙しかったっていうのももちろんあると思うんですけど、そのし、 何て言うかな、報告っていうか、この日に、えー、長田さんに撮影するよとかって言われない限り、僕のこう、大反省はですね、こう、連絡しなかったんですね。で、こちらから、プラスで、今思い返せば、プラスで提案できたりとか、うーん、こう、都度連絡をしてみるとかね、連絡がなくても、連絡をしてみるとか、えー、お客様、のお客様 え、クライアントのお客様の都合が合わなければ、やっぱりその大願案みたいなのもね、え、お金をもらって以上出すべきだったし、うーん、全くそこまでやるかっていう精神ではなかったんですよ。そこまで報告をしっかりやってくるかみたいなね、精神ではなかったんですね。で、そんな中でですね、まあ、何件かやりましたけど、結局仕事がそのままフェイドアウトしてしまいまして、で、まあ、 なんていうかなうん。まあ、向こうもですね。要は、こう、客商売をしている、まあ、プロ中のプロなわけなんで、その、お客様に対する思いやりとかね、うん。ま、かゆいところの手が届くみたいな話で、僕は全然届いてなかったわけですよね。で、いうところもあって、なんかこう、まあ、こいつは、と一緒に仕事をしても、プラスにならないな、みたいな判断されたことがあって、えー、っていうと、やっぱりお客様、 とかねそういう一緒に仕事する人って見てますし、えー、あんまり言ってくれないですね、うん、で怒ってくれたらねまだいろんな意味でこう何て言うかな取り戻す機会もあるんですけどこう何も基本的には言ってくれないし怒ってくれないってなるともうフェードアウトするしかないんですねでまあ気づいた時にこうアクションを起こしてもまあもう何て言うか冷めきって 熟年夫婦みたいなね、関係にななってるわけですよ。なのでやっぱりその一緒にね仕事をしていって信頼関係をこう維持してねでまたあーなんかうまくいかなかったけどお前とはまた仕事がしたいよなんてやっぱ言われたいじゃないですかうん、っていうとやっぱりその仕事ぶりができてなくても 報告だし、えー、報告をすることで、ね、えー、進捗確認だったり、別の大案、大外案をね、考えれたりするので、やっぱりこう、ね、あの、スタンスとしてはね、ワンコール以内に電話出るとか、そういうやつってやっぱ信頼されるわけですよ。だって、誰にもできないし、ワンコール以内に電話出て、で、えー、聞いたことすぐ返ってくるとか、レスが早いとか。なんで、まあ、あの、僕が思う,ようにね、メールを無視したり、チャットを無視するやつってたくさんいて、 うんまあ、ほったらかしとかもね、言語道断ですね。で、えっ、ー、と、まあ、生徒とかにもね、こう、過去にそういう人もいたし、えー、まあ、そういう、そういう人たちとね、またなんか次に一緒にやろうとか、なんか、うん、頑張ろうみたいなふうにやっぱ思えないわけですよね。なので、すごく反面教師でね、こう、僕は、あの、 この報告しまくるっていうことに対してね。まあこれは完全に僕は人からの受け入れです。で、あ、なるほどなぁと思ったんで、自分なりに、えー、アウトプットをね、しながら、まあアウトプット型情報発信って言ってるんですけどお、そういうのでね、自分の腹に落とそうと思ってましたんで、えー、皆さんもね、えー、何か参考になればいいなぁと思って、 います。なので、えー、感想とかねこの音声で、えー、感じたくれたこととか感想とかね、えー、いただけると励みにもなったりしますんで是非、えー、ねいただきたいなと思っています、えー。ということでですね、えー、今日はビジネスパートナーに信頼される方法は、えー、報告をしまるくることであるということでした最後までお聴きくださいましてありがとうございましたバイバイ